イグニハイドリオ、領長、イデアシュラウド、カードのイラストやライブ 2D の立ち絵などでマジカルペンを持っている姿が一度も描かれておらず、本編、イベント、パーソナルストーリーにおいても魔法を使用する描写が一切ないことは皆様ご存知のことかと思います。彼のマジカルペンは一体どこにあるのか、きっとみんなの心の中にあります。どうもトロです。冒頭で触れた通り、今回はついにイデアのマジカルペンについてのお話です。今更かよと突っ込まれそうですが、当初から6章配信直前のこのタイミングで考察したいと考えておりました。まあただ僕の中でちゃんとした答えを導き出すことができなかったので、本日は3パターンの説をね持ってきました。まあこの中でどれが可能性高そうだとか、まあ補足だったり他の可能性がございましたらコメント欄にお書きいただければなと思います。それでは早速見ていきましょう。一つ目は、イデアのマジカルペンはオルトに内蔵しているという説。イグニハイド推しなら一度は考えたことがある方も多いのではないでしょうか。こちらの根拠はいくつかあります。オルトのバースデーイベントにてイデアとオルトは2歳差の可能性が高くなりましたが、イデアと16歳に満たないオルトが同伴入学できたこと、学園長から一緒に授業を受ける許可を得ていることから、オルトはイデアのそばにいないといけない何かしらの事情があるのではないかと考えます。それは学生証の役割を持つマジカルペンをオルトに内蔵しているためと捉えることもできます。他の根拠として、左胸の魂のような青い炎が挙げられます。過去のパーソナルストーリーやバースデーイベントから人間のオルトはすでに亡くなっていると思われますが、そのオルトの魂を何らかの方法で魔法石に定着させ、それを左胸に装着しているという可能性は十分に考えられます。ツイステの世界で魔法石は周囲のパワーを吸収した特別な宝石なので、正規生命パワーである魂も例外ではないのかもしれません。今のオルトはイデアに作られてすぐの頃、人間らしい振る舞いができずに映画を見て喜怒哀楽を学んだとバースデーイベントで語ってくれましたが、プレゼントにもらったエアダスターを使う日が待ち遠しくてワクワクしている自分自身に驚きを隠せず、感情を制御する AI の変化をイデアはあらかじめ予想していたのかと疑問を呈します。これはオルトが気づいていないだけで、実はオルトの魂が定着しており、 AI では予測できない感情が芽生えたのかもしれません。オルトがマジカルペンを内蔵しているもう一つの根拠は魔導エネルギーでしょうか。魔導エネルギーについての公式設定がすごくふんわりしているので何とも言えませんが、魔法エネルギーに似たものだと思います。5章で中隊モブヤンキーが、マジカルホイールは魔法がなくても補助の魔導バッテリーがあれば起動制限はされるものの乗ることができるというようなことを抜かしていました。この話から魔導エネルギーイコール魔法エネルギーを一般の人でも利用できるよう変換したものであるならば、オルトの魔導エネルギーも魔法石から供給し魔導エネルギーに変換しているという可能性が考えられます。まあ、これに関しては魔導エネルギーを貯めた腰回りのバッテリーかな、それを用いてるかもしれません。ちなみに魔法石に魔法エネルギーが込められていることは一章のトレイン先生の授業から読み取れ、イベントフェアリー柄では妖精は魔法石から魔力を供給しているという話があったので、魔法石からの魔力供給は実現可能だと思います。以上のことからイデアのマジカルペンはオルトに内蔵している可能性がありますが、この話には欠点もあります。欠点1、オルトがそばにいないときにイデアが魔法を使用すると心身に直接ブロットが溜まってしまう。イベントバルガスキャンプの情報になりますが、生徒とマジカルペンのつながりは物理的であり、マジカルペンが体から離れてしまう、所持していない状態で魔法を使うと心身に直接ブロットが溜まることが明らかになっています。欠点2、オルトがそばにいないとき学生証未所持の状態になってしまう。各寮につながる鏡が並んでいる強者はセキュリティで守られていることが5章にて判明していますが、学生証代わりのマジカルペンをスキャンしていると考えるのが自然だと思います。しかしその場合、イデア実験機のパソストにて不都合が生じます。深夜2時、オルトがスリープしている時に夜食を調達しに自室から購買部へと向かいますが、それだと強者のセキュリティチェックに引っかかってしまい購買部へ向かうことができません。欠点3、マジカルペンに魂を定着させる意図がわからない。マジカルペンは寮ごとに色が異なるため、もらうのは早くて入学式の寮分け後、もしくは入学が決まった時点で入学案内とともに無色のマジカルペンを受け取って寮分け後に色が変わるのどちらかだと思います。その短い期間にイデアがオルトの魂をマジカルペンに定着させようと試みた動機が想像できません。シュラウド家は名門のようですし、マジカルペンでなくても他の魔法石でも代替が効きそうですよね。
イデアのマジカルペンの行方。2つ目の説はマジカルペンを寮長の杖に変形させたまま説。効率的な手段を優先する合理主義なイデアならこちらのパターンも十分にあり得ると思います。魔法師の授業でもペンを持たずにバーチャル上のキーボードを使用していますもんね。公式設定上マジカルペンは形状を変化させることが可能です。また公式設定資料集にはリドルやレオナ、アズールたちの寮長の杖についている魔法石はマジカルペンの石である旨が記述されているので、寮長の杖はマジカルペンを変形させたものである可能性が高いと思います。イデアの寮長の杖はバトル時に使用しているドクロ型のドローンであることが設定資料集やネンドロイドなどで判明しており、実際にバトル時に魔法を使うときはこのドローンから射出されています。他の子たちもマジカルペンや寮長の杖から魔法が射出されていることからもドクロ型のドローン内部に魔法石が内蔵されている可能性はありそうです。マジカルペンとオルトに関連がないのであれば個人的にこちらの説の方が有力だと思います。3つ目の説は先ほどのマジカルペンはオルトに内蔵している説とマジカルペンを寮長の杖に変形させたまま説を複合したものとなり、マジカルペンの魔法石を半分こしている説です。魔法石はかけらでもブロットを肩代わりしてくれることがバルカスキャンプにて判明しています。まあ、しかし入学の際に支給されるマジカルペンはおそらく卒業時には学園に返却するでしょうし、まあ、正直この説は力技であり現実味がありません。はい、まあこんな感じですね。イデアのマジカルペンの行方について皆様はどのように思いますか？よければコメント欄にお書きいただければなと思います。この動画が参考になった、ツイステ大好きという方は高評価やチャンネル登録をよろしくお願いいたします。それでは最後までご視聴ありがとうございました。まあたねい、バイバイ。